日本四国地方徳島県徳島市南内町南内町は徳島県徳島市の町名南内町1丁目から南内町3丁目までが設置されている2010年1月の徳島市の調査による人口は306人世帯数は146世帯郵便番号は郵便番号770-0846徳島市の中心駅徳島駅の南方 内町地区南部に位置する。南から北西にかけて新町川に面した東西に細長い町で東から1から3丁目が連なる。川沿いは新町川水際公園等の公園となっている。三本の橋が架かかり、対岸の東船場町、両国橋、富田浜、富田橋と通じている。東西の橋は南北に伸びる町で区切られており、西は 国道438号沿いの元町、東は富田橋通り沿いの幸町である。町一帯が飲食店やビジネスホテルなどが密集する歓楽街を形成している。江戸時代は、新内町、南内町、幸町三丁目一帯は、塀の高い武家屋敷の裏だったため、平裏と呼ばれた。漢文年間、現在の新内町二丁目、南内町二丁目に、 藩の老屋敷が置かれた。平浦浜の邸は、水路で来た客向けの旅館が並んだ。明治以降は、大半は平浦町、一部は中通り町だった。1941年より、現在の町名となった。1975年に両国橋通り沿いの北部が、両国本町となった。鉄道は、町域内を通っていない。ありがとうございます。